オフィスシオン、FM しきたりアカデミー。家族葬専門葬儀社オフィスシオンが、しきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日のテーマは、葬にまつわる体験談。えりすぐりの感動の体験談を朗読いたします。お見舞いの難しさ。神奈川県、女性、27歳。昨年母が検査と手術のため3ヶ月ほど入院していた。親類、母の友人、近所の方々といろいろな方々がお見舞いに来てくださった。その中で実感したのは、見舞いとはとても難しいものであるということ。それは、見舞いに来てくださる方は健康であるが、母は病人であるということ。家にいる時のように心や体が落ち着いているわけではないのだ。他人に病気の姿を見せたくないと思ったり、人と話したくない時もある。明日の検査で悪い結果が出たらどうしようと不安で仕方ない時もある。それなのに、時間を選ばずやってきては長時間話をしていく見舞い客に対して、病人は無防備だ。どうすることもできない。見舞い客の帰った後、疲れて眠る母を見て、見舞いに来ることは、果たしていいことなのか、悪いことなのかを考えさせられた。また、いろいろとお見舞いの品を頂戴したのだが、絶食検査中の時の食べ物類、綺麗だが頭がクラクラしそうに強い香りのお花、同じような病気の人が書いた闘病記など、お心遣いは本当にありがたいのだが、それでも困ってしまうものばかりだ。そんな中で、大変気の利いたお見舞いの品だと思ったのが、母の友人の方が送ってくださったテレホンカードの3枚組セット。かさばらず腐らず、見てよいし使ってよしと実用的。病院から毎晩家へ電話をする母には大変役立ったそうだ。それともう一つ。食欲のない母に少しでもご飯が食べられるようにと、塩分控えめの大変美味しい梅干しを一箱。こちらも母の友人が送ってくださったものだが、この梅干しのおかげで食欲が出たと母は言っている。母の入院を通して、私は自分が見舞う側に立った時に気をつけなければいけないことを身をもって体験したと思っている。明日のテーマは、今日のご冥福です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆さんからのご質問やご意見を募集しています。お寄せいただきました方には、木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。メールでのご応募は info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスは 0742-24-8422、 おはがきでは郵便番号 630-8334 奈良市西の深夜町43奈良ドット FM へ。お問い合わせは0742-24-8415までお願いいたします。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。